眠れないほどどんどん好きになってしまうからだんだん怖くなって。だからお前は近すぎる。もっと離れて歩け。こいつの隣にいて何が悪いんだよ。いつまでも保護者ずらしてんじゃねえぞ。保護者だ。小さい頃からこいつを守るのは俺の役目だからな。まで青くせえ話引きずってんだよ。もうガキじゃねえんだぞ。こいつが喧嘩売ってくんだよ。こいつの態度が悪いんだ。母さんに魔除けのポプリを作ってもらったのか？いい判断だ。家に出入りしているズーズーしい悪魔もいることだし。なんでこっち見んだよ。もしかして俺様のこと言ってんのか？もしかしなくてもお前のことを言っているんだ。自分の女に会いに来てるだけだろ。どこが悪いんだよ。人の妹を自分の女呼ばわりするな。次は移動教室だね。準備できた？わかる。班ごとだから責任重大だし、終わった後のレポートも大変だし。あ、なんだ、どっか行くのか？七代明治？今朝言い忘れたと思ってよ。放課後教室で待ってろ。迎えに来てやっから。
からお前は俺様の女だろ。どうしたの？わざわざ迎えに来る約束するなんて。もしかして。また喧嘩でもしたんでしょう。男が急に優しくなる時って大抵喧嘩の後だもんね。何言ってやがる。俺様はいつだって優しいっての。つうか少し律香に話があんだ。移動教室まで送ってくから外してくんねえか。はいはい、邪魔者は退散しますよ。じゃあ先行ってるね。俺様がそばにいりゃ余裕だけどよ、いねえ時に何かあったらたまったもんじゃねえ。大体弱った俺様の噂を聞いてようやく動くような卑怯者たちだ。お前を狙ってもおかしくねえ。礼なんかいい。惚れた女を守んのは当然だろう。なんだよ、急に。まあな。俺様はいつだって最高にかっけえからよ。何こっち見てニヤニヤしてんだよ。おっと、移動すっか。さすがに遅刻したらやべえからな。じゃ、放課後はちゃんと待ってろよ。それじゃあ、また明日ね。
ああ、よかった。まだいたんだ、リツカ。ううん、七城さんからあなたに伝言。悪いけど、先に帰ってくれって。本当に申し訳なさそうにしてたよ。あなたのこと心配してたから早めに帰ったらどうかな。ううん、それじゃあね。ありがとうな。公式使ったらすぐ解けたよ。なあ、こっちの課題も教えてくれ。それは教科書を見れば載ってるだろう。そう言うなって。お前頭いいし教え方うまいし、この通りだからさ。仕方ないな。今覗いてたのって。そうなのよ。ほんと嫌になっちゃうわよね。うちの息子もさ。Thank you.
バカ野郎、しゃがんでろ。俺様の女に汚え手で触るんじゃねえ。リツカ、大丈夫か。ありがとうじゃねえ。今戦おうとしてただろう。ったく、無茶しやがって。まあいい、話は後だ。すぐにそこの雑魚を片付けてやる。いや、お前は動くな。何？聖なる皆によ、我に従え。闇に住まえる者よ、ここより永遠に去るべし。無事でよかった。危ないところだったな。なんだ、お前も悪魔の気配を感じ取ってきたのか。気配を感じてからじゃ遅いだろう。お前と違って瞬時に移動できるわけじゃないんだ。さっきお前が来ていたとクラスの奴が言っていたんだ。それで何かあったのかと追いかけた。だが、なんだ今の悪魔は。つうか、お前なんで一人で帰るんだよ。待ってろって言ったよな。は？何の話だ？伝言なんて頼んでねえし、大体今の状況でお前を一人で返すわけねえだろ。俺様を狙ってる悪魔に操られてたな。ちょっと待て。さっきから何の話をしているんだ。お前を狙っている悪魔だと？
なあ、まあちょっと魔界がゴタゴタしてんだよ。それじゃ説明になっていないだろう。現に悪魔が襲ってきているんだ。ちゃんと話せ。別に大したことじゃねえ。魔界にいる俺様に喧嘩を売ろうって連中が不審な動きをしてるんだと。リツカは俺様の恋人だから狙われたんだろうな。なんだと？どうしてそんな大事なことを俺に言わないんだ？別にお前に言うまでもねえだろう。向かってくる奴は俺様が全部倒せばいいだけだ。バカ言うな！実際リツカは危ない目に遭ったんだぞ。だから助けに来たじゃねえか。結果論だ。もし間に合わなかったらどうなっていたか分かっているのか。こいつから目を離さなきゃいいんだろ。ならこれから付きっきりで守ってやるよ。そういうことを言ってるんじゃない。謝る必要はねえよ。俺様が守るって言ってんだ。他のやつの出番なんじゃねえ。もういい。ここで言い争っている場合じゃない。家に帰るぞ。よし、これで全部か。俺様が手伝ったから洗い物が早く終わっただろ。次は何するんだ？ああ、風呂か。じゃあ、俺様も。
入るとは言ってねえだろ。外で見張ってる。それならいいよな。なんでだよ。風呂入ってる時に襲われたらどうすんだ。だろ。よし、決まりだな。安心して長風呂しろよ。きっちり見張っててやる。叩き上がって。風呂の中から悲鳴が聞こえてきたら悪魔に襲われたのかと思うだろう。部屋に行くとすっか。当たり前だ。じゃなきゃ守れねえだろ。だったらこうやって眠ればいいじゃねえか。こんだけギュッとしときゃ簡単には暴れらんねえだろう。普段こうしてても嬉しそうにすり寄ってくんじゃねえか。しゃあねえな。なら床で寝ることにする。それでいいか。安全かどうかなんて分かんねえだろうな。お前は絶対俺様の目の届くところにいろ。それが一番安全なんだよ。
ちょっと、どうしてあなたがうちのクラスにいるの？あ、どこにいようと俺様の勝手だろ。そんなわけないでしょ。ねえ、こいつどうなってるの？ギャーギャーわめくなよ。こいつの安全のためだ。離れるつもりはねえぜ。安全？もしかして何か厄介なことに巻き込まれてるの？ああ、また喧嘩したの？まったく、二人とも子供なんだから。あんまり男連中がバカやるなら言いなさいよ。ビシッと叱ってあげるから。一緒かよ。前までは二人きりだったってのに。無駄口を叩く暇があるなら警戒を怠るな。わってるって。けどよ、ここ数日全然悪魔が襲ってこねえな。さては俺様の強さに恐れをなして諦めやがったか。なあ、この前一緒に遊園地に行くって話しただろ。は？な必要ねえだろ。俺様が一緒なんだからよ。平気だって。遊びに出かけるにしても、今はやめておけ。それと、いい加減言わせてもらう。今は妹から離れろ。なんだと？妹の気持ちを汲んで許していたが、悪魔の狙いはお前なんだろう。一緒にいる方が危険だ。家にいれば結界や魔除けがある。いざとなれば俺も戦える。お前が妹のそばにいる必要はない。お前マジで言ってんのかよ。必要はねえって。そうだ。ふざけんじゃねえ。見てねえうちに何かあったらどうするつもりだ。
俺様さえいりゃこいつを守れんだぞ。お前さえいれば、本当にたった一人でリツカを守り抜けると思っているのか。はあ、なんだその言い草は。俺様がどんだけ強いかお前だって知ってんだろ。力だけで全てを解決できるわけじゃない。ましてや一人でなんて馬鹿げてる。積極性ごと抜かしやがって。俺様がいるのがムカつくならはっきり言いやいいだろうが。そういう話をしてるんじゃない。お前は黙ってろ。そこまで頭が回らないやつだと思う。見損なったぞ。偉そうに兄貴面しやがって。喧嘩売りてんならかかってこいよ。話にならないな。